専修学校の黒門専修学校は、1880年、アメリカ留学経験者を中心に、東京府京橋区に設立された、私立法律経済学校。この項目では、後ろ見たる、専門学校例準拠の専修大学についても、扱う。明治時代初期、近代的裁判制度が発足して1876年には、 大元人の資格試験制度が成立した。この前後から試験準備のための私塾的な法律学校が各地で開校したが、この時点では近代法の制定も進んでいない状態であり、これらの学校は極めて低級な教育水準しか持たなかった。1880年、日本最初の近代法として、刑法、知財法が制定されるとともに、 財源人規則改正により資格試験が厳格化すると、ようやく本格的な法律学校が設立されるようになった。福沢諭吉大学南校を経て、アメリカに留学し、ハーバード大学やコロンビア大学、エール大学などで、法律や経済を学んでいた、相馬長種、ダ田尻ーネジロー、メガタタネタロー、小前八は、1875年12月、ニューヨークで、 日本法律会社を結成、日本での法律学校設立を企画した。彼らは帰国後、法律事務所で勤務する傍ら、1879年12月に、福沢諭吉の協力により、慶応義塾内に夜間法律家を開設して、法律学を講じた。1880年8月、慶応義塾夜間法律家を分離する形で、独立するとともに、 三塾や東京広報館といった旧来の私塾と合同して先修学校を設立した。公明は一課先修を標榜したことに由来しており、実用の知識と技芸を合わせ持つ人材の育成を目的とした。先修学校は英米法を講じる、法律家及び経済家からなる。法律家では日本語で英米法を講じ、いわゆる 五大法律学校の一つに数えられた。当時の管理法学校である司法商法学校及び東京大学法学部が外国語で講義を行ったのとは対照的に外国語に習熟していない勤労青年のために日本語で講義を行ったことを特徴とした。また、日本で初めて独立した経済科を設置した。1886年には 帝国大学監督科の学校となり、1888年には、文官試験への受験資格を付与する特別認可学校となるなど、制度上の整備が進んだが、1893年には、志願者激減のため法律科の募集が停止され、理財科に重心を移した。1903年11月には、専門学校例准教の高等教育機関となり、 1906年9月、大学部、専門部、高等予科を設置して、将来の大学昇格を展望した、組織改編を行った。1913年7月、専修大学と改称し、相馬が初大学長となったが、名実ともに、大学令による、制度上の大学に昇格したのは、1922年5月27日のことである。 先週学校正門開校時の本校舎は東京府京橋区小引町2丁目の明治街道別館とされたが内部工事の遅延により1880年9月16日に道区南鍋町1丁目の墓機講習所仮校舎で開校式を行った。翌月に至ってようやく改築工事が完了したため10月11日に本校舎に移転して 本格的な授業を開始した。その後の学生数増加により、1882年11月に、神楽中猿学町の順天9号車の校舎を、借用して移転した。さらに1884年12月16日、道区今川工事2丁目の田中義尾邸を、 タジリ・次ネジロ名義で購入し、翌年7月に校舎を新築して移転した。1917年には、隣接地1150坪を買収して、校地を3倍に拡張し、3年後に木造3階建ての校舎を新築した。これらの積極策がなければ、大学令による専修大学の昇格はさらに困難になっただろうと、評されている。この校地が、 専修大学の神田キャンパスとして、現在に至るまで継承されている。ありがとうございます。